はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年9月21日、6時52分22秒。和義さん。吉谷社長に聞いてみたいこと。61歳でネットビジネスの初心者の可能性。うーん、可能性ですか。可能性は自分で決めるものだと思うんで、これあの、結構よく質問いただくんですけど、これだからダメですかこれだからこうですかっていうのは僕ないと思うんですよ。で、これぜひちょっと見ていただきたいんですけど、これちょっと送っときます。 あの、僕が以前動画で撮ったことがあるんですけど、永久保存版初心者でもできますかみたいな動画を一回作ったことがあります。うん、で、その動画を見ていただければ全て集約されてると思いますので、その動画もちょっとご案内させていただきます。はい。あの、まあ、検索で多分調べても出てくると思うんですけど、何で出てくるかな。YouTube の検索窓で、 YouTube の検索窓で永久,永久保存版初心者あえー YouTube の検索窓でえー、YouTube の検索窓で永久保存版スペース初心者もう一度言います YouTube の検索窓で永久保存版スペース初心者 もう一度言います。YouTube の検索窓で永久保存版スペース初心者で検索していただくとあの初心者でもできますかっていう質問に対して僕は回答していてその動画を見ていただければすべてあの今回のご質問に対しての集約になるんじゃないかなと結構本当にあのなんだろうなこういう質問いただくんですねこれだからダメですかとこうだからどうですかっていう。 これちょっと見ていただきたいですね、本当に。うん。もう一度言います。YouTube で、あの、これ検索すれば出てくるので、検索はできるようになってください。YouTube の検索窓。永久保存版、スペース、初心者。永久保存版、スペース、初心者。YouTube の検索窓ですね。それでちょっと調べてみてください。そうすると僕の動画出てきますので、すいません。そちらちょっと調べて、ちょっと見ていただければなと思います。はい。多分それ見ていただければ、 僕が言いたいたこと、それ多分結構長く話してると思いますけどうんはいそうですねまあこ,これに全てなんじゃないかなとは思いますねまあ結論あの61歳からでも70歳からでも僕はできると思いますあとは自分自身がどれだけそのパッションというか情熱込めてできるのかっていうところが一番のなんか61歳からでもできますかではなくて 61歳でもめちゃめちゃやる気あるんですっていうのが大事だと僕は思います。はいうん、もちろんもちろんですよあの。若い頃に比べると物覚えが悪くなってしまったっていうのもあるかもしれません。その若い子はプチャチャッてできてっていうのもあるかもしれないですけどでもそれはその克服すればできることなので。うん はい。あとはそれに対してどれぐらい自分が努力するかっていう、そこに尽きるかなと思います。はい。えー、アンケートありがとうございました。